あの、この財務心理教っていう本なんですけれども、うん、あの、まあ、水橋さんもお分かりになってると思うんですけど、財務省がずっと緊縮財政っていうのをしてきて、はい、ま、そのおかげでですね、日本経済はこの30年もずっと成長できない状況っていうのが、うん、 生まれた。そうですね。だからこれもう普通に考えたら、そんなバカな緊縮財政なんかせずに、はい、普通にやっとけば今頃もう税収2倍にも3倍にもなってた。GDP も1000兆円超えていたでしょうね、確実に。にもかかわらず、はい、なぜ財政禁縮をやめないのかっていうところが、うん、今までいろんな人の議論の中で、<laughs> なぜっていうところが落ちてたんで。で、そのなぜの答えは明らかで、うん、それは財務省は行政機関ではなくて、カルト教団だったっていう、これがその本なんです私の経験の特殊なのは、私はあの、先輩校舎っていう、<laughs> はい、まあ、当時は大蔵省専売局のまんまの仕組みだったんですね。うん、で、まあ高、高橋洋一先生によると、はい、まあ、大蔵省の植民地、 日本先輩校舎がは,はい、まあ。これもう植民地なんです。もう、ありとあらゆるまあ予算で完全に調べ、あの、縛られてるんですけれども、はい、まあイメージとして近いのは奴隷なんですね。<laughs> 植民地に働く人っていうのは。<laughs> はい、で、その後、まあ、いくつか部署を移って、その後経済企画庁っていうところに行ったんですけど、はい、ここも高橋洋治先生によると、大倉省の植民地。うん、な私は、 都合11年間、植民地で奴隷をしてきたので、まあこう、帝国の論理っていうのがよくわかるわけです。で、それを、ただ誰も証言しないです、はい、怖いから。ね初めてこの本に、本当はどうなっているのかっていうのを書いたっていうことなんですよ。人間って弱いもん、存在で、 予算に対してヘイコラしててくるんですそれを平凝らしてくるとだん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 自分が偉いって思い込んじゃう、うん、毒まんじゅうを食わされると人間は簡単に変わってしまうっていう構造で怖いのはだから、えー、財務省に入省した時点では官僚の半分ぐらいがま,あまともなんだけれども例えばね増税します増税を勝ちっていうんですよ。 減税負だからもうどんどん無限に増税していきますっていう姿勢を取らないとあっという間に地方に左遷されたり<ー>出世の目はなくなっちゃうので、まあ、数年も経つとみんな信者になっちゃうっていう構造になっている。で自分たちだけでやってればいいんですけどそれをですねこうどんどんメディアとかに広げていくわけですね。はい 例えば新聞が、こう、え社、ー、説とか書く、はい、その論説員クラスの人っていうのに対して、こう、オークラーーこう、みんな採点をするんですって。採点を<ー>お前のとこの新聞社は、増税を堂々とやるべきだとかっていうと、こう、満点がついて<ー>、国民生活のことも考えろなんて書くと、一気に罰つけられて、<ー>まずめちゃめちゃ、脅すと。はい。脅すと。<laughs> まあ、要は財政破綻論ですよ、はいあ。森永先生、私の記憶だと、いわゆる日本は財政破綻しますっていうような論調って、95年ぐらいまではあんまなかったような気がするのにありましたその前から。えっとね、その前は、うん、多分80年代は、例えば、直感比率を是正するでしょうとかっていうことだったんですけれども、ねはい、実は消費税を導入してですね、はい、あの、直感比率が普通になっちゃったんですよ。で、えー、増税の根拠がなくなった たのでそこで財務省が編み出した。 まあ、ああ、恐怖の神話っていうな。なるほど。やっぱりそうの財政国の借金何百兆円で国民一人当たり何百万円の借金を背負ってる計算になるって、あのレトリックですよね。はい、30年間やってるのね。日本は大赤字で、とんでもない借金を抱えています。だから消費税増税ですって言ってんですけど、もともとあの、東大の法学部で出た人がで、はい、そうです、そうです、ね、多いので、あんまり経済学を勉強してないんですよね。うん えー、ただ、ソードとそのカルトに支配されちゃうと、先進国の中で唯一経済がずーっと成長できないっていう状況に追い込まれる。でもそれを言ってはいけないね。言うと怖いことになります。いやだからもうここを変えないといけないんですけど、これ困ったことにですね。そのどっかの政党が財務省とべったりっていうんだったら、その政党を。 選挙で落とせない,いんですけれどもうん、うん、自民党から共産党に至るまで、はいえー、全ての政党に信者がいるんですまあご説明どこでもいきますからね彼らね先生て、はい、あの私の調査によると、はい、財務省のご説明攻撃が来てないのはれいわ新選組だけだそうですだけなんですか、はあ、あのこれは山本太郎さんに確認したんで一<ー>回も来ないんですって、はい、まあわかりますけどね <laughs> <laughs> 無駄なところには行かないし、ね。私<ー>のところに財務官僚来ないんですよね。はい。統制労働者は来たことあるんですけど、<laughs> 無駄じゃないですか。私のとこも無駄だと思うんですけ、ね、ど、一応あの、ファイナンスっていう、教団の機関士を送られてあ,、えー、<laughs> あの、なんとかの説明会に来いっていうメールは来るんですけど、行ったことはないんですからまだ落とせると思ってんじゃないですか、財務官僚。森永先生は。ら、えー、まんじゅうに弱いと思っ